はい、どうも、フリッチです。今回もですね、レインホールやっていきたいと思います。さあ、シーズン2ですね。さあ、アップデートがありまして、難易度とか選べるようになったり、エンドレスモードが増えたんですけど、まあ、2回目なんでね、普通に行きましょう。前回もですね、なんだっけな、ウェーブ3かなとかしか言っていないので、そんなにね、いきなりできないと思うので、これで今回そうだな、ウェーブ、十何かとかいけたらいいですね。さあ、とりあえず、この中、鉄があって、鉄が3つあって、石が2つあって、木がそんなないかな。じゃあ、ここからも取るか。序盤欲しいものはね、石と木ですね。で、あとはちょっと家をね、作りましょう。どこがいいかな？そんなに空きがないですね。空きだらけか。こっちの方か、こっちの方ですね。畑は裏か。あ、じゃあこの辺でいいか。ここ1マス開けて家をね、並べて。で、チャペルですね。これをドカンと置いて、道をつなげば稼げますね。で、裏に畑を作りたいんですが、まあ、木がいるんでね、とりあえずこれでいきますか。そうだ、ユニットがね、これヒーローとユニットが分かれまして、前はね、雇ったところにヒーローをお金出して入れたんですが、今回からというかアップデートで変わってヒーローは別で雇うみたいですね。だこういうとこにいますけどね、テンプラー、こいつはね回復できるみたいで割と強力な重要な味方ですね。これも出しましょうか。お金はいいんですけど食料ですね。前回はねやった時に食料はないんですけどお金はあるっていう状況になったんですよ。だから逆にしましょう。お金はないけどそれ以外何でもあるみたいな、そんな状況にしたいですね。とりあえずこれでいいか。魚取って、これ石か、石送り、木を3箇所近くから取ると、あとここかな。でちょっとね裏に畑も置きましょう。木を使いたくないのでこんだけですね。そうだな、ちょっとどっか井戸を置きましょう。全部入るか、いいね。これ収入が少し上がりますね。6上がるんで37かなですね。これだけか、最初ちょっと少ないな利益。あとはね、畑から作物が取れたらそれを飼料として豚を育てれるんですね。でそのスキンを使ってアーマーを作って軍を作れるんですけど、まあ、それをウェーブ1でやるのは無理なので、これですね、リンゴ畑。これ作るのは遅いみたいですけど、まあ、単独でね、食料を生み出してくれるもので、まあ、こういう魚取る場所の代わりになると思うんで、ちょっと1個だけ作りましょう。ではね、見てくるか、私の王国を。木を切って、わ、新しいね、リンゴ畑はこれか。ここにリンゴがついたら収穫なんでしょうね。鉄とかも使えるんですけど、ちょっと先はスキンからかな。何してんの。ここにあった木がね、確かなんか道作った時に消えたんですけど、消えてないみたいですね。ほら、持ってきましたね。石を取り釣りをすると。あ、釣ってる釣ってる。それは地球釣るんじゃないかな。見とくか。そう、前はね、このロードの元に軍がいたんで、いっぱいこう引き連れて歩いてたけど、
悲しいですね。単独です。結構長いなまだそんな主要なものないかな。活気づけるためにはスキン系のものと、あ、防衛のものもいいですよね。作りたいな。よし、入ったぞ。どうしよっかな。お金はね、もうちょっと稼ぎたいですね。この辺かな。木をだいぶ減らしちゃうな。まあこの辺くらいならいいか。あ、木がないですね。あ、じゃあせっかくなんで、これ外で取れるのかな。無理かな、さすがに。せっかくなら切っちゃいたいですね。4箇所あるからでも十分かな。そんな増えないですね。で、マーケット作ると、物を売り買いできるんですよ。余分な資源売ったりできるんで、ちょっとそれも考えようかな。だから買うこともできるんでね、最悪食料買うみたいな。さあ、残り5分か。ちょっと軍は無理なんで、これ雇っておきますね。農民。食料やっぱ少ないな。リンゴ畑もすぐ実らないからね、持ってってますね。いっぱい作るしかないかな。だから釣りがすごい遅くないかな。リンゴの方がいいかな。お、できたね。来い。さあ、まず1戦目、誰が一番キルできるかっていう戦いですね。さあ、養豚場を作りまして、これでこの作物から豚が成長して食料とスキンになると、そういうわけですね。結構減らないな。作るか。これもうすぐ取って入れるというわけですね。よし、天ぷら行こう。天ぷらイズレディーですね。あ、リンゴってこれは木1個あたり1じゃなくて全部で1なのかな。あ、そうじゃないですね。取って持ってってますね。あ、何回も取れるわけではないんだどっちなんだろう。いつも釣ってんなこいつこれちょっとどうなんでしょうね。維持費がかかる以上あんまり余分なもの置きたくないので。さあ、残り1分です。まあこんだけできましたね。ウェーブ1で畑と豚、チャペルと家の集団、木を切る場所をね、5箇所。お、できたね。天ぷら忘れてたわ。天ぷら使おっかな。さあ、もう来るんでね、攻めちゃいましょう。よし。さあ、これ来るまでね、時間進めれるみたいで、こうやって戦闘開始するまでは時間が早くできます。前はね、本当にいじれなくてね、ずっと同じ速度だったんですけど。さあ、行くか。テンプラ使おう。 I'm here to serve。 まあ、まだいいか。かっこいいですね。劇みたいな武器なのかな。あ、もういいね。 Your command。 F で回復ですね。うわ、なんか熱いか、熱いじゃない、メイスですね。メイス持ってますね。おら、いいわ。何、お、かっこいい回復だ。持続性ですね。おお、大丈夫か。右クリックでこれかな。
あ、ですね。死んでない。あ、よし、オッケー、いいね。ゾンビです、ゾンビ。やっぱ強いな、こういうヒーロー系は強いですね。近接やっぱ使ってた方がいいな。まあ弓使ったんですけど、まあ強かったですよ。やっぱでも近接の方が戦況を変えるね。あー取られた、キル取られた今。よしよし、まあ勝でしょうね。これでウェーブ2までいけそうだな。あれはなんだ、まあ気にしなくていいか。ボス戦を考えて遠距離部隊を作りたい。でもアーチャーとかそのユニットとしていなかった気がするんだよね。こういうアロータワーとかで防ぐしかないか。お金がねあんまり入ってないので、マーケット作ろうかな、試しに。ん、置くならここしかないかな、こっちかな、範囲的にここだね。これ30?40 超えるよね。いいねいいねいいね。で見てみましょう。フード10売ると30ゴールド少な。買う場合は10で600500、高いな。ヘビーアーマーを、あ、これ売るか、買わしてよ。買わしてよ。その辺はちょっとマーケットはあれだね、価値がないですね。鉄取ろうかな。鉄か、まだいらないです。とりあえずねライトアーマーを作ります。スキンまだ3しかないんで、どうしようか悩んだけど、遠いかな、ここですかね。ちょっと木中心すぎますね。だから軍のやつもねちょっと作れたら作りましょうかね。今700収入があるので、ちょそれを待ちましょう。だね、70か。結構早いからね、こんだけあると。あ、スタートといえば危ない、遅くでしたね。まだ早い、10分無駄にするのはちょっとやだな。結構ちょっとね作りきった感があるので、どうしよっかな。あとは石がねあるので、ちょっと壁を作ろうかな。5ですね。まあ、ここちょっともったいない気はするけど、こうやってこの家ですね守って、あとはもうないかな。ちょっとね地形としてなんか囲われてる狭い場所じゃないので、正直壁で囲う場合全部囲うしかないですね。まあ、そうしちゃいますか。ちょっと石もね取りましょう。お金がないですね。あるけどちょっとなんか使いたくないな。そんなに石取れないんだよね、きっと。今後使うかな。こういうもので使うんですよ、防衛のものでね。だから取りましょう。ただ家のアップグレードもしていきましょうかね。食料10か。まあいいや。家を作る場所はねまだあるんですが、木を使うのもあれなんでね。やっぱ木使うなら木を使った方がいいか、一番。多分取れる順で言うと木がまあ一番取れて、その次フードで石なんですよ。その消費でいくと、まあ木ですね。犠牲にしていきましょう。あと一個ずつ家を作ったら、とりあえずは完成ですかね。84。色的にまだ上げれますけど、まあそれはいいかな。これ1しか変わんないんでね、上げても。もしお金を稼ごう。89プラスですからね。
ライトアーマー今2か。ちょっと軍のもの作って確認しましょうか。テンプラーとやっぱ農民じゃね、まだ出せますけど、多分食料もあるし、雑魚を主体で行くのもね、ボスが本当に強いんですよね。それを考えると一つでいいので軍を出したいですね。で、その酒場もね、一応準備しないといけないんで、これか、合計11かかりますね、最低でも。酒場か、まあ、これ置けたらだいぶ稼げますからね。お金の面で言うと別にいいんですよ。やっちゃいますか。まあ、すぐ見返りが来ないんで、そこだけ悩めるけどね。一緒だよね、これって。近場にないよね。ちょっと。遠すぎないか。さすがに遠すぎないか。なんかすごいな。これ地面の土の色だよね。まあちょっと使っちゃったんでアップグレードします。結構順調だね、資源は。ライターマ4か。3分で4なら無理ですね。ちょっと作ってみようか。スピアーマンはライターマ10で、こいつは剣がいるんで無理。こういうナイトも無理ですね。ライト騎兵は12のライトアーマーか。ナイト作りたいな。鉄であればできるんだよね、きっと。10か。ちょっと足りないですね。ちょっと5ですね、5。もう1回ウェブがあれば作れそうだけど。どうしよっかな。ちょっと木減ってきたんで。豚をもう1箇所で育てていくと、多分いい感じになるんですよ。そこかな。よし。これでスキンを余らせていきましょう。食料もね、あと1分なので、しょうがない、農民を雇います。変わってないな、あんまり。ちょっとね、作ろっかな。無理か。お金はね、すぐ増えるんですけど、ちょっと使いすぎてますね。もう1体雇おうかな。足りないですね。買うこともできないので、ちょっと心配かな。まあでもいますからね、テンプラいれば大丈夫でしょう。ちょっと次もテンプラで行こうかな。上から来ますね。何あれ、あ、え、何あれ、オールバケモンですね。オールバケモンです。あいつら通せればいけるんで、向かいましょうか。この辺に近づくとできると思うけど、多分いい感じに合うでしょうね。間に合うかな。ギリギリ間に合いますね。ほぼ市街戦。おら、おら、強い。転ばせてみんなでこう殺すっていう。いいね。あ、ちょっとキル数見てなかったですね。終わったら見ようかな。うわ、この程度か。回復まだできるんですよ、こっちは。切り札ありますからね。はい。ちょっとね、ダメージはそうないですよ。ですけど、この安定感があるね。回復。月見の月。見てますね。かっこいいな、にしても。
フルアーマーって感じでいいですね。はい、もう一発。こっち死んでないんじゃない？倒れているのは敵ばかりですね。よし、帰りましょう。そうか、敵、ちょっと敵どっちから来るか書いてないのかな。あー、やばいやばいやばい、来ましたね。なんか堕落した天使かな。そういう意味ですよね、あれきっと。もう次で私が負けました。ボス戦ですね。幸い今回はライターまで来そうなので、ちょっとねキル数を最後に見て次回に、バトンをね渡したいと思います。さあ、まずね、我らが絶対的群衆、キル数12、いいですね。で、近衛兵20、大活躍ですよ。農民、多分これ初期の方かな。7、あ、6と7、ちょっとどっちか分かんないね。で、私テンプラ9ですね。負けちゃってます。まあ回復したりね、敵を転ばしたりっていうことでやってるんでね、とりあえずちょっとここまでにしましょう、今回のシーズンね。とりあえずウェーブ3は絶対に突破していきたいと思います。